ルチオ、フルチはイタリアのローマ出身の映画監督、脚本家。ホラー映画、スプラッター映画を中心に多くの作品を発表した。映画制作者を志して、ローマ実験映像センターに学んだ後、イタリア式コメディで名を馳せた映画監督ステーノに支持した。1959年にアイラドリーでデビューし、1970年代後半まで、 コメディ映画とサスペンス映画で一定の評価を得る。しかし、生来の反骨気質ゆえに1969年のベアトリー・チェチェンチや1972年のマッキラーといった娯楽映画の中でカトリック教会を通列に批判し、扱いづらい職人監督というレッテルも貼られた。百七十九年に南国を舞台にしたゾンビ映画サンゲリアを監督したことによって、 フルチの映画監督人生は180度変わる。強烈な人体破壊描写と前編に流れる耳障りなノイズは多くのクリエイターに影響を与え、ジョージ・エロメロと創建をなす、ゾンビ映画監督、もしくはマスター・オブ・ゴアという肩書きを手に入れた。日本でも多くのビデオソフトが題名にルチオ・フルチのと関して発売されるという大巨匠並みの栄誉に良くしている。 ファンの多くは、サンゲリア、地獄の門、ビヨンドを絶頂期の三大傑作とし、続く、墓地裏の家、ザリッパーで、やや勢いを失い、以降の作品はほとんど失敗作とする意見が多いが、上記の作品以外にも、こんなオカルト的人気を誇る作品も、少なくない。娯楽映画の体を成しながら難解な結末が用意、されていることが多く、その点で、賛否は、 大きく分かれる。作品ごとに作風が変化してくるところも特徴的だった。60代半ばまで多作を続けたが、最後の数年は健康を損ね、第一線を退いていた。ちなみに、生前撮った自らの監督作品で最も嫌いなのはサンゲリア2である。1996年、ダリオ・アルジェントの制作による肉の老人魚を監督する予定だったが、 糖尿病の合併症により死去した。ありがとうございます。